スタートしました。少しバラッとしたスタート。まずはうちの3頭好スタートを切って、1番マイネルオーシャンと並んで4番アショカ、外は6番プレシャスシル、こちらが先頭に変わって第2コーナーのカーブ、3番手に上がっていったのは13番スノーディーバ、そして内は5番ベストミンエバー、前から4頭目、あとは1馬身後方に馬群の中9番ドリームクルーズが行って、内は4番アショカ、外は並んで7番ダノンタイムリー、中段には内3番コスモカノア、並んで10番ディーファンクス、その後ろに16番デュアルウィルダーが行って、その内側には12番トゥルーサクセサー、あとは最内11番ロデオクイーンです。後方には15番フォレストゲートが行って、あとは外8番ベルードリアン、そして2番のワオンが行って、最後方2馬身差14番サンタルチアです。3コーナーから4コーナー、前は6番プレシャスシル、リードは1馬身ほど、少し差を詰めていって1番マイネルオーシャン、2番手で3番手は13番スノーディーバ、3コーナーから4コーナーです。残り 800m、 1000m は1分1秒後の通過。その後ろ前から4番手、5番のベストミンエバー、馬群の中でさあ残り600の標識を迎えるところ、先頭6番プレシャスシル、リードは体半分ぐらい、さあ第4コーナーを回って直線に向いています。2番手は1番マイネルオーシャン、3番手は13番スノーディーバ、そして4番手の一線に5番ベストミンエバー、さあ残り 400m、 坂を上がっていく、内からは4番アショカ、さあ広がって1番マイネルオーシャン、わずかに先頭か、その内側から5番ベストミンエバー、2番手に上がっていった、前に並んでいく、3番手は広がって9番ドリームクルーズ、7番ダノンタイムリー、そして12番トゥルーサクセサーと大外16番のデュアルウィルダー追い込んでくるが、前は5番ベストミンエバー、1番マイネルオーシャン、ベストミンエバー、わずかに競り勝って合力、2着は1番マイネルオーシャン、3着は16番のデュアルウィルダー。